こちら、シアレース大阪まっちゃんです。今日はね、車内の、便利グッズ、はい、はい、ご紹介します。はい、じゃあ紹介します。はい、今日はね、このテーブル、テーブル、はい、これ一回ね、結構前にデモ会で紹介しますね。しましたもんね。うん、で、ちょっとね、詳しく今回は、はい、紹介するんですけど、はい、まあ、今回はちょっとテーブルなんで、テーブル編はちょっと置いときます。はい、はい、もうとりあえず対面できて、ね、ここで、あ、まあまあね、泊まってる最中とかこれいいっすね。トランプしたり、ね、うん、ご飯食べたり、うん、めっちゃちょっと楽しそうな車中泊できそうじゃないですか。そうっすね。これしかも、あ、一番帰れる、回って、うん、ね、これはまあ調整できたりできるところですね。まあ、位置を変えたりできるので、使いやすいように向きにしてもらって、で、まあ、もちろん、はい、土台下取れるんで、すぐ取れるんですか？そうです。あ、もう回すだけ。そうです。ここにロック、ああ、こういう風になってるんですね。そしてこうくるっと回すだけ。回したら止まるん で, あとはまあまあこのそこ調整してね。そうそうそう、あと左回ししたらまた緩んで取れてまうので、あ、右回しにしてもらう。右回しで、はい、この取り付けも超簡単。ほんなまあこれいらない時とかね、別にこれ、そうそうそう、もう抜いといてもらったら全然いけますし、うん、まあ、取り付けもこうやって床張りしてるわやったらこのネジ止めるんで、はい、ああ、ほなもう取り付けも簡単し、取り外しも簡単やし。そうですね、これめちゃめちゃ便利ですね。です走行中はね、ちょっと危ないんで、うん、外しといてもらって、はい、もしね、万が一なんかあった時は危険なんで。そうですね、そうそう、止まってる時だけ使うようにはしてもらって、うん、でしてもらえたらなとは思うんですけど、幅も大きいしね。そうですね、結構大きいですよね。もう本当に3人分が使える、ここやったらね、はい。これ値段はどれぐらいするんですか？ちょっとバラバラにはなってるんですけど、はい、テーブルセット、テーブルセット、ポール、この天板と、はい、ポールですね。ポールで32,000円。32,000円、はい、で、ポールの土台、この土台、はい、が8,000円です。8,000円、はい。あ、で、逆にそのポールを、はい、2個買っとってもらったら、うん、ポールじゃない、土台をを2個カットってもらったら、ここつけれるし、まあ、ベッドの間とか、あ、ベッド真ん中1枚取って、その下につけとったら、前でも使えるし、後ろでも使えるし。あ、それ便利ですね。そうそう、めっちゃ便利だと思う。うん、まあ、これね、床のフローリングしてるから、またね、逆にいい感じになってますもんね。で、これ CRS は作業とかはできるんですか？作業はできます。作業工賃は6,400円です。6,400円、はい。あ、でも、まあ、作業自体は簡単に、そうですね、そんな難しくないんで、うん、でもまあ物4万、大体5万ぐらいでね、税込みね、はい、できるんで。そうそう、これはでもいい、ね、いいですね。この時期やっぱね、夏キャンプ行って車中泊してとか、うん、その時はめっちゃいいかなと思うんですけどね。そうですね、まあでもこれ年中使える感じですもんね。はい、まあ、これはいつも使えると思います。うん、ちょっとお出かけしたりしに行ったとか。そうですね、全然使えるんで、はい、こんなのおすすめやなとは思いますね。こんなこのセカンドのテーブルの、はい、今回紹介ということですね。はい、わかりました。お問い合わせください。ありがとうございます。ありがとうございます。